江戸時代中期から北の新地の発展とともに昇天さんとして親しまれている領徳院は、インドの知恵の神とされる寛喜天を祀る全国でも珍しい神社です。寛喜天は元はインドの知恵の神ガネーシャのことですが、後に延命、敬愛、福徳、助祭の神として信仰されるようになりました。毎年4月の第1日曜日に開運厄除けの護摩祈祷が行われます。商店街の中を子供の山伏を先頭に、多くの山伏が虎貝の音を響かせ練り歩きます。福島商店領徳院野田富士が見える下福島公園には、 JR 環状線福島駅か JR 東西線新福島駅が便利です。